皆さんどうもこんにちは、コンバースオカラでございます。ということで、今回はですね、この度アップデートで追加されました新しい武器、ドイツ組だとバッフェとかっていうのも出たんですけど、読み方合ってるかわからないんですけど、こちら、バッフェ28ということでサブマシンガン使っていきたいと思います。こちらね、まあ僕何回かまあ使ってきたんですけど、かなりのね、高レートとね、近距離では効果力を出します。BO3 でいう VMP 的なポジなのかななんて思ったんですけど、まあ、とりあえず今回はこちら、新武器ということで使っていきます。はっきり言うと、かなり強い感じでございました。それでは、どうぞ。はい、ってことでやっていきましょう。こちらの追加武器、ワーハ。バッファーだっけな。はい、クイックとグリップつけてやっていきたいと思います。さて、行きましょう。ですね、まあ、さっきも説明した通り、高レートで、近距離でね、火力を出すんで、なるべく近距離の立ち回りを意識しながらやっていくのがいいです。ナイスカット、いいね。さあ、まずワンカット。ちょっとリコイル制御いるかなって感じ、でも。うん。ちょっといるかなって感じなんですけど、いるか、いるな。音は聞こえたぞ。おっと。OK! やっぱいたな。かましていく。ちょっとね、上の方に跳ね上がるもんで、下にね、下げつつ、エイムしてあげるといいかもしれないです。OK! 危ないね。来るね。リスイッチこれ右側行ったところに敵さんうようよおるもんで、ナイス。ガーランドの音でバレるぞ、絶対。さあ、グレネード1個ほっといて、血管銃持ってっか。お、グレネード、グレネード、グレネード、やばい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 。これあんま使ったことねえんだけど、あ、やばい。ダメですね。はい、やめます。はい、ということで気を取り直して今回こちらの動画ということで、新武器使っていきましょう。さあ、いない間にちょっとささっと行きましょう。抜けてこう。さあ、これ右行ったところに敵がいるんで、カットしていく。オッケーオッケー。キルタイムは早くていいね、この武器は。さあ、後ろから失礼します。なんだ、いなかったな。さてさてさて、これ左行ったとこいるな。かましていく。で、一旦ちょっとここでリロード挟んで、もう地上戦だとね、雑談じゃないな、雑談とこじゃないな。まだあのワールドモーツやり込んでねえから、そこも雑談ができるっていうほどまで行ってないんですけど、 BO3 とかだったら結構適当に喋って、まあ、戦えるんですけど、こっちはガチ実況になります。おっと、ナイス、いいね。いやー、待て、距離を詰めていきたいところなんだが、グレネード1個投げといて。さあ、これ左行ったところに敵がいるもんで、いるな。この上から行くと何気に、いや、多分ま、待っとんな敵。最奥の方で結構待つようになっとんな。やば。やば、なんでこんなこいつらおんねん。敵の D スイッチこっちなんで復讐しに行きます。カットしていく。そして、やったか、そっちにおるやつは。おっと、いるね。こっちか。カットしていく。オッケー。で、こっち右行ったところに敵が来るもんで、いや、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、助かった。でもってロングにいるもんで、オッケー、かますけど、うんですよね。さあ、41対41、ジージーだな。で、敵さんはこの中央行ったらおるんだけれど、グレ投げといて、オッケー。このレート、このレート、このレートがやばい。トトトトトって感じの。さあ、体力激動、敵。おっと、おっと、危ない。死んだ。おっと、危ねえ。一旦抜けてこっか。で、これ右行ったところに多分敵がいるから。で、カットする。さあ、ここの立ち回り。さあ、ここ頭出ししてくるから、よく敵。エイムしながら覗いて、いないね。いないけど、後ろから来ると思うから、これちょっと警戒しつつ、力。ナイス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 。救援物資で何が出るかちょっと怖いところではありますけど、カットする。そうそう、救援物資じゃねえわ、UAV 出していきたいところだな。味方それ大丈夫、そこ、こっち守っとくか。からのこっちだな。 OK。 で、これ右曲がったところ敵がリスしているから、で、これ左行ったところに敵が来ていると思うから、ちょっと慎重になろう。かます。おっと、味方だ、びっくり。リロード挟んで、 OK、 来るね。気づいたな、敵。 OK、 かます。さあ、近距離の戦いからの、ここに行ったら敵が来ている、あれ、来ているはずなんですけど、かましていく。あ、リロードだった。あ、しまった、ごめん。今日は仲間を失った、この失敗から学べ。
あ、だがしかし岡原だった。いや、マジでラストリロードしとくべきだった、完全に。いや、マジやらかしたな。なるほどね、一番最初のとこですね。ということで、今回こんな感じで21キル7です。ということで、さあこんな感じで、新武器かなりレートが高くてね、近距離の立ち回りすると非常に強いです。結構一方的に勝てるとはちょっと言い過ぎだけど、かなり勝てます。レベルね、かなり高くなった人はアンロックして、使ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。ご視聴最後までありがとうございました。以上、お会いした岡尾で、またね、バイバイ。お、来た来た来た。本気来たぞ。バリックサイトの本気来たぞ。おっと、ヘッドショット !2 枚繋がる。いいや、行ってきまーす。っていうことで、じゃあ僕、おっ今のは見んかったことにしといてくれや。どんな環境で、実況をやっているかとかね、紹介できたらなというふうに思います。さあ、こんな感じです。でね、デュアルモニターなんですよね。まあ、見ていただければわかるんですけど。ホテル、ホテル、ホテル。後ろリスして飛んでね、ほら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 。飛んで飛んでからの、ナイス勝ったー、痛い痛い、三角勝った なんで赤点だんだんこっちに集中砲火してくる。え、わ、寝ているのか。変なもんしちゃった。戻れ戻れ戻れ。以上、岡原でした。岡尾2、またね。バイバイ。